これいちいち接続すんの、ちょっと面倒かも。まあ、今の季節ならいいけど、これ夏場とか、暑い時にこれやるのだるいかもね。あ、画角チェック、ほら、できます、これで。これ今、スーパービュー。ハイパービューはこれか。ハイパービュー、広角すぎて、こうやったら腕長く めっちゃ腕長く見えるんやけど これやって、これ面白いかも。水平ロックはリニア水平ロックやって。水平ロックだとこうなるんや。水平ロックで画角狭いね、やっぱり。マックスレンズつけてないから画角狭い。スーパービューでやりましょうか。スーパービューで撮っていきますか。これでいけますかね。録画開始したかな。録画開始してるかな。この見にくいのが、前にも LED がないから、録画開始してるのがちょっと分かりにくい。これ。前にもつけてほしいね。いくぜ。これは今はハイパービューじゃなくてスーパービューですね。で、スーパービューの上がハイパービューっていうのがあって、ものすごい広角。これはまあ、バイクに乗ってる間は多分いけると思う。なんかセブンより安定しているならいいけど、セブンよりもちょっと微妙だったらもう速攻売っ払いますね、今のうちに。これは判断早い方がいいよね。まあでも年末ちょっと需要が高まりそうだから、その時売るか。なんかスノボとか行く人が買ってくれそうやね。こう小さいからヘルメットとかつけるのに良さげやんか。人類の技術があんまり進化してないんですよね。もう停滞してるから、バッテリーの進化と止まってるから、こういうカメラとかもっと小型化してもいいぐらいなんですけど、なかなか、なんか現実的なサイズからコンパクトにならんの。コンパクトにならんどころか、GoPro に関してはでかくなっていってるよ、年々。一番小さかったのが GoPro4 とか5の時代ですよね。5じゃないか、4かな。あの時代が一番小さくて、で、まあ、6、7あたりからちょっとでかくなって、で、8でちょっとまたでかくなって、で、9でめちゃめちゃでかくなったという。で、その時の9の大きさが今も残ってる。9、10、11と。大きさは同じですからね。でかすぎる、重すぎるっていう。だからこんなボディマウントになってまうんだ。こうヘルメットにこんなんつけられへんからね。特にこの口のとこにこんなんつけてたら、これもうなんかスキューバダイビングのおっさんやってなるよ。でもヘルメットも重くなるしね。ヘルメット重くなるとほんましんどいんですよね。さらに広角でいきます。これだとあれやな、バックカメラの代わりもなるんちゃう。すごいけど、ちょっと腕が多分長すぎると思うけど、それもしゃあないな。さあ、ハイパービューなのにスーパービュー。じゃあ、スーパービューの上を行くハイパービューということで、超広角。後ろから追ってくるクソ車のチェックもできますね。これはこれでいいかもな。ただこれちょっと面積広くなってるから、ちょっとな、面積が広くなってるから、実際は、例えば、車に幅寄せされたとしても、ちょっと離れて見えてしまうんだな。めちゃくちゃ実際は近いのに、ここまで寄ってんのに、なんか結構このカメラだと広角になりすぎると、ちょっと離れて見えるから、あんまり大したことないやんっていう風に撮られがちなんで、ドラレコ映像として残すには、リニアとか、普通の広角にした方がいいと思うんだ。スーパービューとか、ハイパービューにすると、やっぱりちょっと離れて見えてしまうんだよ。逆にこのヘルメットとかは小さめに見えるので、小顔効果はあるかもしれない。広角にしすぎると、ちょっとな、人体のバランスもちょっとおかしになるやろ、ほら。魚眼レンズの逆バージョンみたいな。魚眼レンズはこう、周りに収縮するけど、それの逆バージョンでこう広がるやん。それが広角、超広角レンズということで。ということで、今、スーパービューに変えました。今からスーパービューで外向きカメラで撮っていきましょう。
まあ、内蔵バッテリーなので懸念材料としては、あの充電しながらだと内蔵バッテリーが劣化するやん、すぐに。で劣化するとバッテリーが膨らんでくるんですよね、ガスが溜まって。そうなると製品寿命を迎えるんやけど、普通の GoPro だったらバッテリーパックを交換するだけで長く数年以上使うことができるんですが、だから今でも GoPro ヒーロー4とか使ってる人普通にいますからね。あのバッテリーパックさえ交換すれば長く使えるのが GoPro のメリット、一つ最大のメリットでありましたが、 iPhone なんかと比べてね、それがスポイルされているというのが今回のこの GoPro、まあ、ちょっと使い捨てモデルだね。 GoPro セッションと同じような使い捨てモデルだと思いますね。でこれ道路の幅端っこなんで、これ濡れてんの。うわー、なんでこれ濡れてんの。これなんなんだ、もう気持ち悪いな。朝露かなんかかな。ラストは内向きで、水平維持のリニアでやります。リニアというのは、普通の画角の切り取ってで水平を、調節してやってるやつなんで、画角はかなり狭いですけど、とりあえずこれで使えるかやっていきましょう。まあとりあえずひとまずこのバイクからの給電で一応それなりに撮影はできるということは分かりましたが、まあちょっと徐々にやっぱりバッテリー減っていってるな。それはしょうがないのかな。だからまあ2時間ぐらい撮影して、でどっかに休憩寄って、でその休憩の時に充電すると、1時間ぐらい休憩取ってで充電して、そこからまた出発するっていう使い方じゃないと、ちょっと連続して何時間も使うのはこれ1台では無理ですね。バッテリーパックが交換できないからこれしょうがないんやけど、 GoPro セッションと同じような使い方です、ほんまに。これで外部マイク使えたら結構使い道あったんですけどね。それがこれ多分外部マイク使えないっていうのはファームウェア上の制限だと思うんですけど、だからハードウェア的には外部マイクは絶対使えると思うんやけどな。だからもしかしたらあのハックとかなんかカスタムファームウェアとかで外部マイクが使えるようになるバージョンが提供される可能性もちょっとあるかも。それに期待するしかないよね。で外部マイクの有無はかなりでかいんですけど、 GoPro はそのあたりちょっとあんま考えてないみたいね。熱はバイクに走ってるこう走行風があるので、そこまで熱くはなってない気がする。これ夏場やばいかもしれんけど、まあでもバイクで使う分にはそんな問題気にする必要もないかな。でコンパクトでこう手持ちだとこんな感じで結構いいんじゃないの。手持ちで使う分にはいいかもな。最後に手持ちでちょっと歩いて、チェックしてみる。手ぶれとか、あとは内蔵マイクの音やね。これ今無風なので、無風ですから内蔵マイクの風切り音はないと思いますね。画質は多分11と一緒やからあれかもね。 GoPro セッションの代わりに使うにはあれでかいかもしれないけど、ドローンとかに載せないんだったら別にこの大きさ十分でしょ。走ってみる。どう、手ぶれ、手ぶれ補正いけてんちゃん。はい、終わりましょう。